大江健三郎作家自身を語るは、大江健三郎の幼少時代から最後の小説となった晩年洋式集までの全キャリアを騒乱したインタビューである。2007年に新潮社から単行本が出版され、2013年に増法版が新潮文庫として刊行されている。インタビュアーは、読売新聞編集委員、尾崎真理子である。 尾崎は2018年に刊行開始された、大江健三郎全小説の全巻の解題を、執筆している。読売新聞東京本社映像部が企画し、尾崎マリコが聞き手を担当したインタビューが2007年元日から5夜、連続で CS 放送され、その後 DVD として発売された。この放送、DVD の素材となった編集前の、インタビュー映像と、 尾崎が別途2005年夏に文芸し慎重において言っていたインタビューを合わせてゲラに起こしさらに質問を追加して大江健三郎とゲラのやりとりを重ねて過失修正して書籍版のインタビューが完成されたインタビューは主に発表された時期で分けて主題のまとまりを考慮しており例えば人生の親戚と 懐かしい年への手紙は発表された年の順序と扱われる章の順番は逆転している。7部で構成されている。インタビュー本編に大江健三郎、106の質問に立ち向かうアルファーと題した作家の人柄を忍ばせる趣味などを尋ねた Q&A が付属している。ありがとうございます。